皆さんこんにちは、コタンクロカムイのクロです。このチャンネルはカムイに模した動物のキャラクターたちが北海道に関することについて解説します。いてててて、アラム、どうしたの？ヨーコロ、さっき友達の家に遊びに行ったらペットの犬が暴れて、餌が入ってる皿をカッパ返しちゃってな。餌が痛ましいだろって注意したら、その犬と喧嘩になっちゃってさ。なまらきかない犬だったぜ。それは災難だったわね。でも今のムーの話の中にいっぱい北海道弁が入ってたわね。そうか、自分じゃ普通に話してたつもりだけどな。方言ってそんなものよ。幼い頃から口にしてるから当たり前の言葉だと思っちゃうのよね。そういえば確かに東京から来た友達に今なんて言ったのとか、その言葉の意味がわからないって言われたことがあるな。日本各地に方言ってあるからね。それじゃ今回は北海道弁について解説するわね。みんなはどれくらい北海道弁を知ってるかしら。よろしくだぜ。北海道弁は東北の方言が元になっている方言なの。でも北海道弁でも道南にある函館やその近郊は青森が近いから、北海道弁と津軽弁が混ざっている独特な北海道弁だったりするわね。北海道弁を大きく分けると、道南や海岸部各地の海岸部方言とそれ以外の内陸部方言に分けられるのよ。同じ北海道弁でも住んでいるところで全然違うんだよな。そうなの。特に海岸部方言の中でも漁村で話されている言葉は浜言葉と呼ばれていて、北海道の内陸部に住んでいる人にはかなり聞き取りにくい方言なのよ。年配の方が多く使うので、若い子の中には全く理解できない人がいるらしいの。海岸部の方に行くほど方言が強くなってて、札幌や旭川などの道央付近は方言が弱く標準語に近いの。そのため同じ北海道内にいるのに内陸部に住んでいる人たちには浜言葉はかなり難しい方言だったりするのよ。まあ北海道は広いから、いろんな北海道弁があっても不思議じゃないぜ。そういや北海道弁っていつから使われてたんだろうな。それは北海道がまだ蝦夷地と呼ばれていた頃かららしいわ。当時蝦夷地に渡った日本人和人が定着した地域で使われていた言葉が、東北の方言である北欧方言が元になった海岸部方言なの。でも明治時代に入り、蝦夷地に日本各地から移住者が増えてくると、各地の方言が入り混じってコミュニケーションが取りにくくなっていったの。なので共通語に近い内陸部方言が形成されて、今の北海道弁のルーツになったみたいね。今も昔も浜言葉って強烈だもんな。私たちがいつも動画の最後に言っている下っけねも北海道弁なのよね。そうそう、意味はじゃあねとかさよならなんだよな。北海道の人は本州のことを内地っていう人が多いので、今回は内地って言わせてもらうわね。内地の人が別れ際にしたっけねと言われても何のことって思う人が多いんじゃないかしら。北海道の人はほとんど知ってると思うけど、最近の若い人たちはあまり使ってない感じなんだよな。今の若い子は言葉が綺麗だからね。で、私たち年寄り臭くなってるわ。わははは。内地の人が北海道弁を聞いて一番驚くのが、ゴミを投げる、じゃないかしら。そうそう。昔、内地の人に、そのゴミを投げてって言ったら、え、投げるんですか？って聞き返されたんだよ。意味は、ゴミを捨ててなんだけどね。知らない人が聞いたら、本当にゴミを投げ飛ばすかもしれないわ。そう、それはやばいな。怖いっていうのも内地と北海道じゃ意味が違ってくるのよね。長距離を歩いて、ああ、怖いって言うよな。これも内地の人が聞いたら、何か怖いことがあったんですか？って聞かれそうね。田舎にいるばあちゃんが、ああ、怖えじゃー、って言ってるのを聞いたことがあるぜ。ちょっとした田舎だと、今でも普通に使われている方言だもんね。意味は、疲れたや、だるいなんだけど。これも初めて聞いたら、何言ってるの？ってなるかもしれないわね。怖い怖い言ってると、北海道の人はみんな怖がりなんだなって思われちゃうかもしれないな。感覚祭も通じない言葉よね。あ、
それは難易度高めの北海道弁かもな。あいつ半角サインじゃないのって使うんだよな。半角サインは頭が悪いとかアホらしいって意味なのよね。内地の人に半角が臭いっていうことは、半角頭臭い悪いって意味なんですかと聞かれて、ちょっと説明に困った時があったの。それだと頭が痛い時は半角が痛いって言わさるもんな。今ムンが言った、言わさるも北海道弁なのよ。そうだったのか。例えば言わさる、いやお刺さるとか、言わさったお刺さったとかね。普段普通に使ってたけど、それは知らなかった。使い方は意図していない時や、そのつもりじゃなかった時に言葉の後ろにさるをつけるのよ。言うつもりがなかったのに思わず言ってしまったら、言わさったとかね。やべえ、普段使ってるのに北海道弁だったって知らない言葉がかなりあるかも。普段よく使っている言葉を調べたら方言だったなんて結構あるわよ。北海道弁で一番有名なのが縛れるじゃないかしら。北海道出身の歌手松山千春さんの歌の中にも出てくる言葉だし、縛れた両手を温める感じの歌だよな。意味はとても寒いとか凍りつくような寒さね。真冬の朝に外に出たら口にする人が多いんじゃないかしら。冬になると必ず聞く北海道弁だもんな。あれ、ひょっとして昔お母さんが言っていた、早くまかなって学校行きなさいのまかなうっていうのも北海道弁なのか。そうよ、まかなうって内地の人はまかない料理とかのまかなうを想像すると思うけど、北海道では服を着たり身なりを整えるという意味ね。使い方としては、今日は寒いからしっかりまかなっていきなさいって感じかしら。子供の頃にいつもお母さんに言われてたぜ。今じゃあまり聞かなくなったけど、ジョッピンカルっていうのがあるわ。ジョッピンカル？北海道民だけど初めて聞いたぜ。これは昔の人がよく言っていたらしいんだけど、鍵をかけるという意味なのよ。それじゃあ外出するときにドアにジョッピンかっていこうみたいな感じかな。ムンの言う通りよ。でも今はほとんど聞かなくなっている北海道弁なのよね。方言はその地方の文化みたいなもんだから、なくならないでほしいよな。今は北海道弁を使わないで標準語を話す若い人が増えてきたけど、方言って素晴らしい文化だと思うから、どんどん使ってもらいたいわね。北海道弁の話からちょっとそれちゃうけど、私たちが普段使っている言葉の中にアイヌ語があるのを知っていたかしら。北海道の地名に使われているのは知ってるぜ。内地の人たちには読めないような地名はほとんどがもともとアイヌ語だったりするからね。ルベシベとかオシャマンベとかは内地の人には読めないかもな。北海道に住んでいる私たちでも読めない地名があるからね。でも内地の人でも知っている札幌や苫小牧、小樽ももともとがアイヌ語なのよ。札幌は、さ、ごろ、け、乾いた、広大な、川、というアイヌ語が由来なの。これは札幌の中心部にある豊平川が、乾季になると大幅に水量が少なくなることから名付けられたらしいの。へえ、札幌にそんな意味があったんだな。以前、北高たる前の解説で話が出た、苫小牧もアイヌ語なんだけど、実は札幌市の南にある真駒内も、同じアイヌ語が使われているのよ。マコマナイって昔、札幌オリンピックで会場になったとこだよな。苫小牧とマコマナイって確かに読み方は似てるけど、同じアイヌ語だったのか。どっちにも、マク、オマ、ナイ、奥に、ある、川、が使われているんだけど、マコマナイはマコマナイ川が札幌の豊平川から見ると、柏ヶ丘の丘陵の陰にあることから、こう呼ばれたものと考えられてるの。苫小牧がマコマナイと違うのは、アイヌ語で沼や湖を意味する、と、がついて、と、まく、おま、ない、沼の、奥に、ある、川、になっているのよ。とがあるかないかの違いなのか。ここで言う川は、苫小牧川を指していて、川が流れる一帯はマコマイと呼ばれていたの。そしてかつて沼、アイヌ語でと、があった、旧樽前山神社付近の一帯が、と、マコマイと呼ばれるようになり、これが現在の苫小牧という地名になったらしいのよ。でもこれにはいろいろ諸説があるらしいから、確実な話ではないんだけどね。苫小牧と真駒内か、
似てるから間違わないようにしないとな。ホタルは、ホタ、オル、ない、砂浜の、中を、流れる川ね。これは小樽市と札幌市の境界を流れる、小樽内川のことを言っていたみたいで。海水浴場がある小樽にぴったりな感じね。なんかそのままって感じがするけどな。ふふふ。面白いのは、フラノの、フラヌイ、臭い匂いのするところ、というのがあるわ。フラノが臭いって、そんなこと全然ないと思うけどな。これは富良野川の上流に硫黄山があって、この山から流れる川の水に硫黄の匂いが混ざったためにアイヌの人たちが飲むに耐えぬところからこう呼んだと考えられているの。なんだそういうことか。他には湧かない、やむ湧かない、冷水のあるさは、いや知床の、知床、大地の先端などいっぱいあるのよ。さすがにここじゃ紹介しきれないか。地名だけじゃなくて、普段耳にする動物や植物にもアイヌ語が使われているわ。どんなのがあるんだ？ラッコがアイヌ語なのが割と有名じゃないかしら。知らなかった。あなたはキムンカムイなんだから、このくらい知っててほしいわね。とほほほ。ふふふ、あとはトナカイもそうね。これも知らなかった。シシャモやホッキカイ、ルイでもアイヌ語ね。お、どれも大好物だぜ。食べ物の話になると急に元気になるわね。アイヌ民族が不老長寿の実として食べていたハスカップもアイヌ語のハシカプがハスカップになったのよ。セイコーマートのハスカップアイスめちゃくちゃ美味しいんだよな。女性雑誌ノンノの紙面も実はアイヌ語の花を意味する言葉で、花のように美しくあってほしいという思いと親しみやすく語感が良いことから名付けられたの。そうだったのか。このように皆さんの周りにも実はアイヌ語だったなんていうのがあるかもしれませんよ。北海道が蝦夷地と呼ばれていた頃から使われていた北海道弁、そして北海道の先住民族であるアイヌの人たちのアイヌ語、特にアイヌ語は消滅に近い言語と言われていて、ユネスコの危機に瀕する言語として最高ランクの極めて深刻の区分に分類され、近い将来にはアイヌ語を話せる人が亡くなることにより消滅すると見られています。そのような中で消滅させまいとアイヌ語を学び、それを伝える活動をしている人たちがいます。できることなら消滅しないでほしいですね。そして北海道の人は北海道弁を故郷の宝としていつまでも使い続けていきましょう。北海道弁は寒い北の大地の温かい方言なんですから。俺もいつまでもがっつり使っていくぜ。こんにちは。あらゆく、こんにちは。ムンさん、今日はムンさんの家で晩ご飯をご馳走になる予定でしたよね。あ、そうだったな。ちゃんとお米を研いでうるかしておきましたか？私今日はちょっと体の塩梅が悪いし、ゆるくないのでお願いしますね。あ、忘れてた。めんどくさいからゆくがやってくれよ。そんなゴンボ掘ってもダメですよ。とほほほ。今日はいつもと違ってムンがタジタジね。ということで今回の動画はいかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうだぜ。ありがとうございますです。この動画が面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。あと優しいコメントいただけると私も管理者も喜びます。それではまた次回の動画まで。したっけです。Thank you.